人狼じゃないかもしれないけど倫理観終わってるからついてる。諦めの年やん。確かに。諦めの年やん。ありがとう。接触料なんよそれ。接触料なんよ。押します。マイクラ人狼クエストはマイクラと人狼ゲームを掛け合わせたゲーム。村人に紛れた人狼を暴き出して平和な村を取り戻せ。村人陣営の勝利条件は人狼陣営と第三陣営を倒せば勝利である。人狼陣営はクエスト達成を阻止しつつ村人陣営と第三陣営を倒せば勝利となる。第三陣営は各役職によって特殊な勝利条件が存在する。この人狼ゲームは昼と夜のターンに分かれ、昼は自由に会話が可能、夜は音声をミュートし、全員会話は禁止となる。そしてフィールド上に置いてある木材や鉱石を採取し、エメラルドをある程度取得したら、フィールド上にあるショップでアイテムと交換しよう。この世界は昼のターン限定でクエストがランダム発生する。クエストをクリアすれば試合が有利になる報酬がもらえるぞ。この世界に呼び出されたプレイヤーたちよ、人狼の嘘を暴いてこの村の未来を掴み取れ。マイクラ人狼クエスト、開幕だー。よっしゃ、走れメロスか、走れメロスだー、の必要がないよな、やるのだー、確かに行くぜー。これここで言っていいの、誰だメロス、おのろくなのだー、メロスは私だー、おのろくだー、おー、あ、そうか、初日は大丈夫なんだよね。そう、初日は大丈夫、初日は夜になってからか、あ、そう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 、なるほどね、走れメロスの能力発動みたいな。なるほどね、オッケー。とつもりさんも走れメロスって言った。いや全然違います。あ、違うんだ。オッケー。俺は全然違うんだ。俺はただのとつもりです。ただのとつもり。俺はただのとつもり。じゃあいいか、もう切っても。なんでだよ。おやすみなさい。はい、おやすみ。おやすみなさい。私なんと裁判官。裁判官でございます。人狼一人しかいない。あ、ベロ、なんだあいつ、あいつもうやっちゃうか、やってしまおう。ちょっとおらおらおら、痛いかも、痛い、もう分かった、ごめんごめんって、ごめんって、ごめんって。めっちゃあれだよ、エメラルド14個、最強なんじゃ。動いてる人いるな、めっちゃ動いてるじゃん、いいね。おはようございます。おはようございます。大変です、大変です。あのディスコードのミュートボタンが走れメロスのせいで押せません。メロスのせいで、走れメロスのせいで、走るせい、そういうことか。あれ、はいはいはい、メロさんじゃないの。え、俺もそうだけど、どっちかポンコツなんじゃない、語ってるか。ちなみに俺も、俺もあれです、うん、おい、メロス多いだろ。メロス多い。おい、メロスは嘘言えないんだぞ。そうだぞ。そうだぞ。嘘言えないから、この中にいるんだよ。一人はいる、中にいるんだよ。口物怖すぎてできないんだけど。ねえ、これ会話のやばいよね。じゃあ、じゃあ、僕に預けてよ、エメラルド。本当？それ、じゃあ思ったけどさ、さっき目の前にいたから、絶対取られるなと思った。預けてよ。信じて、信じて。本当？ベルちゃん、お前が正解だ。え、じゃあ、信じて。預け。いいね、いいね。これ、国家のからさ、後で木の剣ちょうだい。え、やだよ。なぁ、やっぱつれっ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 つれないで、この3人ないよ、つるべきは。そうだよ。いや、人狼じゃないかもしれないけど倫理観終わってるからついてる。違う違う違う、私のメロスして釣りたい。確かにメロスしてめちゃめちゃ釣りたい、マジで。確かに、ちゃんと僕スキップ入れたから。まあ俺もスキップしときましょうか。じゃあそう、スキップしといたから。あ、いや、驚くは見ましたよ、七七さん嘘をついている。なぜならば今3秒間直立していたのだ。ここ止まっていいの？ここ止まっても大丈夫。ここ止まっていいの？それちゃんと説明してました。説明してました。そうだよ、説明しました。お前、お前たちがメロスじゃねえな。分かんないって言ってたから。喋るのか、ここ隠れませんか。無理です。なんでよ。おっとっと、びっくり。パンが欲しいんですけど。パンが欲しい。おい、早く蹴れよ。まだ金強奪しただけなんだけど。ひどいな、歌いもんは。本当に
マジでひどいんだけど。おーやめて、本当に軽蔑するような口調やめて。 お前みたいなやつは一生メロス弾けねえよ。やめてよ。あ、ベルさん、ベルさん、どこ、あ、これ、あれ、これ、あ、いたいたいた、これ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 、はいはいはい、おい、切られたって死ぬ。え、なんで。はい、あげる、めっちゃロボットだよ。あげる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 、はい、ありがとう、パンもちょうだい。パ、俺買い取るわ、パン。はいはい、モドロクはメロスなので、なんと、はい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 、なんとメロスなので私全部入れましたわ、残り。おお、いや、それはそれは偉い、偉いでちょ。それは白い。じゃあ、ベルちゃんか、うん、ナナさん、どっちかちょっと怪しくなってくるよ。、まあ、ポンコツの可能性もあるけど、下手したら人狼巨人が両方語ってる可能性もあるし。おお、確かに。あ、頑張ってる。怖い、無理だ。頑張ってる。怖すぎる。頑張ってるね、今。これ。あたいさん、あたいさん。あたいさん、あたいさん。1、2、3。うん。1、5。おおおお。え、え、え、わ、賄賂ってこと、賄賂ってこと、闇取引しか見えないよ、これも。消えてしまうわ。メロス、そんなことしてないだろ。買ってあげる、買ってあげる。え、何、あ、そういうこと。鉄拳にして、それ。はい、はい、はい。パンになったんだけど。鉄拳なくなったんだけど。あれ、どうした？パンいっぱいもらえてよかったね。10個くれたから、レート通りではあるんだよな、これ。僕のエメラルド全部あげちゃった。パンにしちゃった。パンにしちゃった。で、お父さん、パン。パン、パン、はいはいはい、あるよ。父さん、後ろ、後ろ、真後ろ。後ろ、後ろ、後ろ。後ろ、あった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 。ありがとう。ちょっと待って。あー、間違えた。間違えた。間違えた。買い物怖すぎるんだが。だから買い物怖いよ。これ買い物めっちゃ怖い。ありがとう。あ、うめぇ。父さん、父さん、父さん。何？来い来い来い。あ、キロ、キロ券買ってください。キロ券。あの、あげるって。ありがとう、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 ありがとう。ああ、よくなっちゃった。やった。いっぱいもらった。おやすみ。おやすみ。顔つつぎんだろ、これ。まあ、今んとこ何もわからん。そもそも被害者も出てないしな。うっさーん、殺さして、うっさーん、うっさーん。さあ、というわけで、ね、私はね、うたちゃんに後任を預けたので、それは大丈夫ということで。あ、なに俺、はぁ、なに今の、許せない。やったぜ、後任あげちゃった。やばい、どうしよう。先輩のお墓を発見したのだ。マジですか。ありがとうございます。第一炭鉱の階段の上、村長側の階段のところでお亡くなりになっていました。あらま。一応ね、あの朝になるタイミングであれ見たんですけど、石板見たんですけど、その時は死んでたんで。そう、いたね。そう、いた、うん、上いたんだけど。夜になる直前はね、驚くさんとトッツさんと歌いさんと俺がいたんだよね、第一炭鉱に。うん、いた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 。あ、直前ね。そう、直前ならさ、あの、いろいろ見てるんだけどさ、あの、動かなきゃいけないって。あの、人狼とかじゃないんだよ、今動かなくていいよ。今動かなくていいからね、今動かなくていい。あ、でもね、本当に大丈夫なんだね、信じるよ、驚く。でもさっき、俺止まったから大丈夫だったと思うよ。あ、そうそう、ここは大丈夫っぽい。大丈夫なはずだよ。せーので止まるじゃん、せあ、せーので。あ、驚く、今止まった。止まってるよ、俺も。え、そう、これで誰か死んだら、そいつがメロスで、あとは嘘。大丈夫だわ。大丈夫だったね。あの、で、私目線、ベルさんは多分やれないと思うんです。あの、夜の最後の方にベルさん、高台にじゃないですか、あの矢倉の見ました。それは私見えてました。やったぜ。多分僕と奈々さんがね、最後あの村長の石板の近くいたんだよね。あ、じゃあその2人のどっちかじゃないかな。え、そうなの。え、だって場所的に近いんでしょ。え、でも分かんないんでしょ、最初の方かもしれないし。驚くさんも分かんないですよって最後。あ、上ではいるのかな。ここまで来たら裁判官名乗ってもいいんじゃない、もしあれだったら。で、裁判官の人に指名してもらったらいいんじゃないかな。もう時間ないんだよね。あ、なんか静かだなと思ったらさ、とっさ死んでるんだ。あ、そうだね。そうだ。なんか静かだなって思ったら。めっちゃ静か。わからんけど、わからんけど、ナナシーさん入れます。ちょっと遠い。じゃあナナシーさんに入れるのだ。違ったら本当にすまない。入れるのだ。入れた。あ。あ。あ。バイバイ。エメラルドちょうだい。
あ、ナイス。こんなもんないっす。こんなもんないっす。なんなら。ちなみにナナシーさん役職はメロスって言ってた。あ、消えた。あ、消えた。メロスって言ってたで。って言ってたな。まあまあでもな。よーなるとあれここにエメラルド1個ある。やったぜ。10分ってどんなもん。そろそろ。あ、そろそろかな。多分そろそろだと思う。確定ではないんだよね、入手するのが。いや、確定ですよ。あ、確定でなんだ。そう、10分経ったらなのかな、設定次第だけど。昨日の夜の話なんですけど、うん、はい、驚くさんもなんか割と高台近くでなんかベルさんといた時あったじゃないですか。高台、あのニグさん家のあたりにいたのは分かってた。俺も驚くさんが、うんうん、で驚くさん今近い近くにいます一応。まあ失礼です。で、私ずっと夜この辺倉庫近くにいたんですよ、うんうん、でそっから驚くさんも見えたし、夜の最後の方ベルさんも見えたから、まあ、驚くさん最後の方いなかったから分かんないけど、少なくともベルさんはなんかずっといたっぽいし、ベルさんはだいぶ白いと思ってるんですよね。驚くあれだよ、あの最後にトツさんの墓、うん、を見つけて報告って感じだから、報告はねしなくても良さげな感じはある、まあ、そもそも驚くさんパンめっちゃ入れてくれたし、驚くさんもだいぶ白いよりなんで、あ、まあそうか、まあ、ってなると、ね、残りはシェイドさんって役職なんです。村人だからちょっと証明できないんだけど、あーなるほどね。ここにいたっていうのは見てくれてないかな。いや見れなかったんだよな。まあ、でも証言が合ってるから、驚くさんの位置と俺の位置のだから、うん、そうこっち方面にいたんだろうなとは思ってるから、結構自分目線も白いですね。じゃあ歌いさんの役職聞こうか。僕ノーマルなんだけど、村なんだけど、まあそうなるんだよね。ってなると対抗のシェイドさん VS歌いもんってなるんじゃないのかね。おー、歌いもんがいるのだ。こっち来たのだ。いや大丈夫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 なのだ。大丈夫。今狼の失敗しましたを見てて何も前見てなかった。あ、今から喧嘩産んで死んだらそういうことだと思ってください。あ、分かった分かった分かった。見てる、どこにいる。ちょっと見たい。僕も倉庫側倉庫側。見る。こめっちゃ怖い。ベルさんベルさん、これあるよ。え、これ買ってあげよっか。え、絶対殺すじゃん今。じゃあこれほらほら、ベルさんのこれ剣。あ、それ俺のなの。そう、これベルさんの。返して。じゃあ買ってあげるよ、買ってあげる。買ってあげる。じゃあまた渡すよ。じゃあ10個渡すから鉄拳ちょうだい。あ、いいよいいよ。はい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 。鉄拳ちょうだい。おお。本当に本当に買ってくれるんですか。接触料なんよそれ。おお。接触料なんよ。おお。また僕人にパンあげちゃった。あ、お腹すいたんだけど全部あげちゃったよ。何一つまともに買い物してねえじゃんあいつ。やばいな、うたちゃんさ、もうあなた浮き位置だから次釣られてもおかしくないのよ。いろいろそうやって裏に買ってると。みんなどこ、僕がやりに行くよ。みんなどこ、みんな、めっちゃパン巻いてる。またハマってるんだけど、暇なんだけど。じゃあ何もできないし、これ釣られるんじゃね僕。あ、裁判官生きてるんだ。まあ、あるか。あるんだ。裁判官いるの。まあ、公認したんじゃない。ああ、そういうことか。私目線では大さんになるかな。なんで。多分ドロクさんと俺がどっちか本物でポンコツで、違うよだと思うんだよな。まあ、それパン買っただけじゃん。それが薄いけどシェイドさんが映っててるか、まあどっちかなんだよな。驚く的には間違いなくベルさんは割と白寄りな感じはあってですね。まあ歌いさん自転シェイドさんみたいな、まあどっちも村だからね、村最高なんで。じゃあまあ、いや僕はシェイドさんに入れるよ。じゃあまあ歌いさんには入れるけど、歌いさんに入れるのだ。ベルシャン、はい、もしこれで終わんなかったら一緒にあの釣られなかった方法と釣ってなります。そうなんだけど俺パン18個しかないよ今。でどうしてちゃんと買わない。お前のせいなんだよ。おい、どうして剣買わない。あちょっとなんでそういうことするの。それはそれは無理だよ、無理だよ。さすがに終われ。
ああ、よかった。はいはいはい、ありました。あ、そっちだったか。本物だったんだ、怖。なるほどね。そっちだったのか、くっそ。2人にはどっちかが強靭だってことにかけてシェルターに入れるって言ったんだけど、最初に強靭釣られてたわ。俺でした。まあ、そうなるわな。無理だった。うん、そうだね。歌いさんに会ったって言われて終わったわ。俺言われないと思って言ったのに、あれ。まあお前は他人の金を無駄遣いしすぎたんだよ、お前は。天罰食らったよ、お前は。俺の金全部パンにしたあれひどかったもんな、マジ。もう分かってんだよ、裁判官で驚さんとベルさんが繋がったのは。何で知ってるんですか。何で知ってるんですか。何で知ってるんですか。何を語ってないのに絶望を与えるな。朝まで待っても勝ちなんだよな。チェルさん出てこないと負けだよ。本当じゃん。いや本当じゃんじゃないです。おはようございます。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。はい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 、持ちます。どうぞ。一発芸をします。これで受けたら、うん、スキップってこと。うん。おう、はいはい、いきます。はい。ドラえもんジャイアンリサイタルのエコーのかかり具合。お、おれれはジャイジャイアンガガキ大大小小小小。続きまして森山直太朗の桜で、僕らはきっと回ってるの、きっとの部分、きっと入れろよ。一番おもろい。いいだろ、終わらせろよ。いやもうずっと待ってたんで、もっとシェードさんのやつが聞きたいなと思って、すいません、アンコールしてました。ずっとそんなチョコにネタ用意してなかったよ。でも音響ジャイアンちょっと好きだった。音響ジャイアンめっちゃ好きだった。音響ジャイアンすごかったわ。音響ジャイアンよかった。思わずスキップ入れようとしたもん。じゃあスキップしてよ。その後がちょっと気に食わなかった。ダソブだったんだ。あそこで割ってればよかった。俺らはジャイジャイアンガガキ大大小小小小小きっと